長いものには巻かれない、嘘つかない、ぶれない東京選挙区から三宅洋まあ、政治の風土、選挙の風土を変えたくて立ち上がりました。でもぜいぜいひひです。俺たちのやり方だけではまだ伝わらない人たちがたくさんいるから、100歩譲っていろんな選挙のルールに従ってこの18日間東京都内を駆けずり回ってきました。まず一つ、俺は一人で戦えなかった。まず一人、まるで自分も候補者のように全ての現場に立ち会い応援弁士を務め続けてくれた山本太郎に大きな拍手そして手弁当で駆けつけ続けてくれた全てのボランティアスタッフ、金もない組織もない一ミュージシャンの俺をここまで押し上げてくれた全ての仲間に大きな拍手を。そしてあらゆるメディアが俺たちのことをネグレクトし黙殺する中、ついに昨日からもう無視できない存在になったのは今目の前にいるこの聴衆が集まり続けてきたからだ。NHK が俺たちのことを伝えないなら ANTA、 アンタメディア、 You are the media、 あんた方がマスメディア伝え続けてくれたんだよ俺のことを、ありがとう。ヤマン、じゃあ一回クールダウンしよう、話は長いから。じゃあそろそろこのタスキってやつに三宅洋平って書いてなくても俺がもう誰だか分かってるから外していいよね。ついにスーツを着てみました。暑いっす。俺は今から残り5時間、23時59分まで直接的投票呼びかけを許された魔法の時間の間、合法的に三宅洋平に投票してくれ、あるいは全国の選挙区で護憲派の誰々に投票してくれというこの夢の時間をみんなが活用しきって必ず俺たちを勝たせてくれると信じてるからこの格好して出てきたんだよね。これ俺なりの勝利宣言だから。今世界では同時多発的に同じことが起きてます。英国で EU 離脱の運動が起きたとき、これは2つの交錯した問題をはらんでます。1つ、それは民族排斥運動、そしてもう一つはグローバリズムとコーポラティズムに対する民衆の運動。この2つの相矛盾する運動が同時に起きたのが EU 離脱問題です。当初EU を離脱する勢力、つまり労働者階級がまさか本当に国民投票で勝利するとは思われてませんでした。なぜならそのリーダーたちの中に強烈なレイシストたちがいたからです。移民を排斥しろ、移民がいるから俺たちの仕事がないんだ。思い返せば日本のヘイトデモだってまさかこんな主張がそんなに広がるとは誰も思いませんでした。だからなんとなくみんなカウンターで現場に行く人たち以外は放置プレイしてたんですよ。こんなマニアックな主張が
メインストリームに乗るはずがないって。イギリスでも一緒だったんですよ。この相矛盾する感情がないまぜになって EU 離脱問題が起きたんです。だからそれがいいのか悪いのか俺にははっきり言えない。起きてることを分析すると簡単な答えにたどり着く。20世紀の歴史を振り返った時に、戦争が起きる前に国は必ず経済のバルブを閉める。経済のバルブが閉まると鬱屈した不満が若者の中に蓄積する。金がない、金がない、仕事がない、畜生、俺より得してるやつがどこかにいるに違いない。誰だ誰だ、俺の敵は誰だ。そこにプロパガンダが差し込まれていく。朝鮮人が悪いんだぜ、中国人が悪いんだぜ、移民がお前の仕事を奪ってるんだぜ。山本太郎が繰り返し貧困をなくすために財政出動しろと。日本の企業は実はバブルよりもバブルの時よりも儲けてる。企業の内部留保は溜まり続けてる。しかしそれが給料として吐き出されない。新聞を開けば貧困、格差、デフレ、不景気、この言葉に押しつぶされてみんなのマインドはどんどん萎縮していく。仕事があるだけマシかな、ボーナスなくてもまあいっか、残業代もらえないけどまあいっか、俺なんか満喫で夜明かしてるやつに比べれば俺なんか。そういうマインドをしっかりと民衆の中に蓄積してからことは起きるんです。例えばテロ、例えば紛争。1930年代の日本も全く一緒でした。1930年代の日本でもテロはあったんです。たくさんあったんです。それは日本人による日本人へのテロでした。貧困層が金持ちを襲い、貧困層が政治家を撃ち殺す。それが時に部落の人だったりする。そこで噂が広まる。朝鮮人は怖いらしい、あいつらをやっつけろ。関東大震災で彼らが井戸に毒をまいたという デマが広がり、虐殺が起きたのもそういう精神背景。今日本で想像以上に右傾化する子どもたちが増えてる。強くなりたい、何か強いものに憧れたい、確かなものを手にしたい。安倍政権でいいじゃないか、日本が軍隊を持って何が悪い。この空気を利用したい人たちがいるんです。この空気をゆっくりと醸造してきた人たちがいるんです。だから何かことが起きてその感情が暴発する前に、政治は貧困の問題をきっちりと片付けなきゃいけない。多くの若者に、いや若者のみならず多くのボトムラインで苦しむ人たちに笑顔を取り戻さなきゃいけない。それが今政治に求められている役割です。そしてこれはもはやレースです。一刻の猶予を許さない。今オバマが北朝鮮に制裁をしてます。経済制裁。日本はその米国のバックヤードです。金正恩が血の気の早いやつだってことはよく分かってるんで、そして北朝鮮がミサイル技術を整えてることも彼らはよく知ってます。嘘みたいな本当の話ですよ。米軍と日本政府は早く彼らが引き金引くことを待ってるんです。今日の最後の演説でまずこのことを
日本中の人にしっかり認識してほしいんです。そうでなければ今自民党の憲法改正草案が言ってることは説明がつかないんですよ。自衛隊を国防軍に、これが意味するところは何か。自衛隊はディフェンスする武器しか持ってません。これを国防軍にすることでオフェンスの武器を手にしたいんです。日本には今ミサイルがありませんよ。でも近代の現代の戦争っていうのはまずミサイルによる空爆から始まります。すでに戦争のストーリーは描かれてます。 CSIS、 マイケル・グリーン、アーミテージ、そして彼らに乗っかる日本の政権、米軍も日本の政府もストーリーを思い描いてるんです。すでに準備万端です。その最後の仕上げがこの選挙なんです。だから1年以上前から野党の皆さんは改憲がやばい、なんとか護憲勢力でまとまらなきゃいけないって言ってきたんです。ただしいかんせんとも彼らにもいろんなしがらみがありすぎて、どの既存政党も今一つ歯切れが悪い、もしくは表現力が足りなかった。俺は選挙に出るつもりなかったんです。今さら俺が出てひっちゃかしたところで票割れだっつってぶったたかれて終わると思ったから。でも途中でふと思ったんですよ、なんだこれはと。野党共闘のためには言いたいことを言うなっていう空気が出来上がってったんです。政治について今まで携わってこなかったリベラルについてよく知らない連中は今は黙って、好きじゃなくても共産党や民進党に投票する準備をしとけと。でもそのためにマジでシールズの連中なんか頑張ってたわけ。野党共闘を成し遂げるためだけでも彼らが日本中を駆け巡って全ての議員を説得しなきゃいけなかった。20歳そこそこの若者たちがですよ、ボロボロになりながら。奥田晃は昨日ついにこの演説の舞台へ応援弁士として来てくれました。彼は腕に点滴の絆創膏を貼り付けたまま病院から抜け出して、2回倒れちゃいましたって言いながらフラフラで壇上に上がり、とても率直に批判を恐れずに三宅洋平に対して抱くリスペクトと三宅洋平に対して抱く疑問を話してくれました。だから俺は全ての批判を恐れずに彼の疑問に答えたつもりです。対話の糸口は開かれました。それが俺の思う政治なんです。俺と奥田晃が意見が違うのは当たり前です。よくこう言われます、三宅さん、三宅くん、君の意見に 100% 賛成じゃないけど応援してるよ。当たり前ですよ。この中にお互い 100% 意見が同じ人なんているはずがない。だから民主主義が必要なんですよ。その意見の違いと違いを平和にぶつけ合う手段として俺たちは対話、コミュニケーション、そして議会という制度を生み出したんです。ワッター村とワッター村の意見は絶対違うけど、話し合い続けてるとどっちも大変だってことがよく分かってくる。じゃあここは一つどこで協力できるかということを満場一致の答えを探すのが本当のデモクラシーです。そのためには何日でも何日でも話し合い続けるんです。何回でも酒を酌み交わし、何回でも飯を共にするんですよ。そこに共感のコミュニケーションが生まれた時にお互い協力できるポイントが見つかる。恵みの雨が降ってきましたね。今の国会どうですか。どうして山本太郎のハゲが2個に増えてるのか。パワハラですよ。小さな政党が10分の質問の時間を稼ぐためにどれだけ苦労してきたか、それを何十人ものいい年こいた大人の議員がヤジで潰し、
まだ大切な残り1分の答弁の時間をグダ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 長い答弁で消化し、意味のない話で消化し、あげくもう1分だから終わり終わりとか言って、これが今の日本の民主主義なんですよ。そりゃ天も泣きますよ。今世界中で同じことが起きてます。ライトウィングが台頭し始めてる。世界中が貧困にあえいでるんです。なぜか、しかもそれはとても分かりにくい貧困です。昔のように食べるものが全くないわけじゃない。だけどいつマクドナルドに行ってもそこは満杯で、100円のハンバーガー3つ詰め込んでまた仕事に出かけていく人たちの表情を見ると、そこにはどうしようもない鬱屈した感情を見て取れるんです。この分かりにくい貧困状態の中で、一部の人たちが 99% の富をせしめ、残りの 99% の人たちは 1% をめぐって競い合い、わめき合い、怒鳴り合い、分かち合うことを忘れさせられてるんですよ。さあ、ライトウィングが立ち上がると市民が立ち上がる。ところが左に転びます。過激に反抗すればするほど右と左の争いが始まります。そうするとどうなるか。過激になれないほとんどのサイレントマジョリティ、つまり真ん中にいてそんなに政治について語ってない人たちが政治を語るのが怖くなっていくんですよ。今だってそうでしょ。ツイッターでうっかり三宅洋平応援してるなんて言おうもんなら、いろんな人に噛みつかれますよね。あるいは今日この壇上に登ってくれた各界の名のある人たち、みんないろんなバックボーンを背負ってるから、ここに立つことにものすごいリスクを背負ってるんですよ。でもそれを跳ねのけて勇気を振り絞ってここに立って応援に来てくれたんです。山本太郎のみならず、皆さんは勇気を出して先頭に立った人をもう放置プレイしないでほしいんです。タイミングってものがあるでしょ。もう今しかないんですよ。これを逃したら長い沈黙の時代に俺たちは入るかもしれない。だけど俺は信じてます。三宅君、そんなこと言ってたら撃たれちゃうよ、刺されちゃうよって言われるんだけど、上等やっさ、俺のことなんか殺してみろよ、みんながもっと立ち上がっちゃうよって。だから俺はみんなに守られてると思ってるから何も怖くないわけ。人生は長持ちさせるためにあるんじゃなくて、命を何に使うかを見つけた時、どうしようもなく幸せを感じるし輝くんですよ。そうやって民衆をいろんな軸で分断させてきたんです。政治そのものが、あるいは経済が、正規社員と非正規社員の雇用の問題で人々を分断している。だけど本当に得をしている人たちはそこにはいない。あるいは辺野古のゲート前で反対派の住民と、これも沖縄の人、それを押しとどめる警官隊、これも沖縄の人、さらにフェンスの奥には米軍を守るセキュリティ隊、これも沖縄の人、その後ろで米兵はあさっての方向を見て現実見てないんです。人によってはヘラヘラ笑ってる。でも当事者はそこにいないんですよ。全員が被害者。沖縄にやってくる米兵はほとんどが、沖縄へ来る以前までは自分の町すら出たことがないようなやつ。初めて来た外国が沖縄、そしてそこからアフガンやイラクへ飛ばされています。戦地から2週間の休暇を得て帰ってきたあいつらと話すと、みんなトイレに行ってはジャラジャラと精神安定剤飲んでます。逃げ惑うイラク人の家族の車を検問でロケットランチャーぶっ放して殺した時の話を、まるでゲームやった話みたいに興奮して話すんですよ。でもその後に突然落ち込んで、でも俺はこれがないと生きていけないって言って何錠もの薬を飲んでるんです。
全員が被害者なんです。だけどゲートの前じゃ Go home Marines! Go home Marines! 中指立ててる人もいる。争わされてる場合じゃないんですよ。だからそのプロパガンダ、そのマジックに決して騙されないでほしいんです。僕たちはもう新聞やテレビ鵜呑みにしてると気がつくとそうなっちゃうんです。でも今俺たちはもうインターネット、自分の頭、仲間、いろんな力を有効活用すれば自分たちの国づくりができるんですよ。ここには俺たちがいるぞ、俺たちの声があるぞ、俺たちはできるんだ、俺たちはできるんだっていうことに気づいてほしいんです。そういう新しい政治の時代、スキーム、サームが始まってるんです。目的は何か？地球単位で環境を守ること、地球単位で平和を作っていくこと。絶対できないと思ってたことを人類史上初めてやるために俺たちは今ここに生まれてきたんですよ。そんな二度とできないと思ってたことをやれるかもしれないために最大限のピンチが訪れてるんです。さっき窪塚君が言ってたようにマックスのピンチはマックスのチャンスだってことです。だから俺は安倍晋三さんに将来国民栄誉賞をみんなであげたいと思います。いくら憲法が人権を制定してそれを大切に守ってても僕らのマインドの中にそれが今までなかったじゃないですか。憲法教育も薄いし人権意識も薄かったんです。だけど自民党憲法改正草案があまりにひどいせいで俺たちは気づいちゃったんですよ。憲法ってものすげえ大事だ。憲法に秘められた精神は70年にもわたって二度と戦争したくないと思ってきた人々の崇高な思いだってことに気づいちゃったんです。そしてこれを手放しちゃいけないってことに気づいちゃったんですよ。どの学校の先生よりもどの憲法学者よりも安倍晋三さんがそれを俺たちに教えてくれたわけです。後藤健二さんが殺された時安倍首相は何て言いました？もう日本人には指一本触れさせないって言いましたよね。じゃあなんでダッカで7人が殺されたんだって話です。ダッカのテロで殺された7人は自分の身を守るために私は日本人だって叫んだそうです。その私は日本人だと叫んだ人間を真っ先に彼らは切り刻んだそうです。これまでの世界情勢の中では日本人っていうのはいざテロリストに襲われても私は日本人だって言うと見逃される民族だったんですよ。そういう国を僕たちはなんとか保ってきたのに彼らが一瞬でそれをぶち壊しちゃったんです。 ISIL にも宣戦布告しイスラエルを訪れ彼らに協力を示し標準を示し僕たちの意思に反して全てをぶち壊しちゃったんですよ。どうやったら許せます？責任与党と彼らは言い続けてきました。責任与党には責任を取ってもらう必要があります。ダッカで殺された7人は人ではなく貨物として運ばれてきました。写真見ましたか？茶番です。まさしく国民の多くにほら恐ろしいことが起きただろ、もっと俺たちは軍備を強化して強い国にならないといけないんだというイメージを押し付けてるんですよ。でもさっき言ったようにね、貧困マインドの中で情報も少なく鬱屈した気持ちでいる人たちはこういう情報で人によっては簡単に火がついちゃうんです。もっと強くなりてえって違った形でね、本当の強さではなく。
いまだに選挙が始まってこの18日間喫茶店でコーヒー飲んでアンケートに答えたり取材に答えたりしてると周りの会話が聞こえてくるんですよ。誰も選挙の話してないんです。誰も憲法改正のヤバさを話題にしてないんですよ。まだ騙されないでほしいんです。そして今日ここに集まった人たちはもう気づいてる人たちだから残された時間伝え続けてほしいんですよ。やばいよって、今回はやばいよってことを。もう山本太郎と三宅洋平だけじゃスピーカーが足りないんです。皆さんの持てる影響力の全てを発揮して実中ハックにうざがられても伝え続けてほしいんです。そしてテロでもないデモでもない反乱でもないクーデターでもない、最も平和的に数の力を証明することでこの状況を変えられる、この選挙という素晴らしい道具を活用してほしいんですよ。できるんです俺たちには。そして選挙期間に一人や二人の男がボロボロになって駆けずり回らなくても365日全ての人が政治を見てどの政治家が何を言いちゃんと仕事してるかを見続けた人々がただ黙って投票日に静かに自分に入れたい人を決められる社会を作りたいんです。街宣車もない、たすきもいらない、誹謗中傷や策略や妨害に満ちた脅迫に満ちた選挙なんていう風土じゃなくて、もう年がら年中みんながきっちり政治をウォッチして静かに自分の心を決められる社会を作りたいんです。だから初めに言ったようにもう政治を変えたいんです。この政治の風土と選挙の風土を変えたいんです。そのために今回は最低限自分たちは100歩譲ってこの選挙というシステムを利用して最大限気持ちのいい音ででかい音を出してなるべく遠くの人まで声が届いてほしいと思って皆さんが目覚めることを信じてこれをやってきました。ご通行中の皆さん大きな音で失礼します。私東京選挙区無所属立候補の三宅洋平と申します。山本太郎一人にはしておけない、本当のことを分かりやすい言葉でしっかり伝える真実の政治家が足りないと思って、そして政治家は仕事であるべきではない、職業であるべきではない、そこにいるあなたが勇気を振り絞ってここに立っているだけだということを伝えたくて選挙に出ています。政治家としての成長の時間を与えてほしくて、少なくとも50万人の方にうなずいてほしくて精一杯この18日間声を出してきました。一切の報道から無視されてきましたけれども、ついになんとか当選圏内にギリギリ今入り込んでいるという報道が始まってます。あと一声なんですよ、あと一歩なんです。だから皆さんにあと一人あと二人今から説得してほしいんです。三宅洋平に投票してくれ、あいつなら俺たちの声を聞いてくれるよっていうことを説明してほしいんです。毎日3回4回演説し続けてればいい時もあれば悪い時もあります。僕は原稿を作りません。ただ目の前の皆さんと対話をするつもりで話してます。感情が空回りする時もあります、疲れが出る時もあります。だから自分たちが一番いいと思う演説の動画を見せるなり、僕が言ってることの根幹的な部分をあなたの言葉で伝えるなりしてほしいんです。1万人の人が50人振り向かしたら50万票です。
僕たちには固定票も組織票もありません。ある宗教団体から入会すれば何万票入れてあげるって言われましたけど断りました。それじゃ俺が大嫌いな政治と一緒だから。その代わり俺にはみんながいるっていうことを信じてるんですよ。情緒的な話ばっかりしてると理論的な人に嫌われちゃうんで少し現実的な話をします。フィンランドでベーシックインカムが導入されました。一人約10万円が毎月支給されるんです。一人10万円を日本で全員に支給すると年間で120兆円が必要になります。一般的に皆さんは一般会計は100兆円だと思い込んでます。50兆円は借金をして50兆円は税金で集まってるお金。じゃあ120兆円のベーシックインカムなんて不可能だと思う人もいるでしょう。まだまだほじくらなきゃいけない部分はいっぱいあるんですけれども、少なくとも日本には1740兆円の金融資産があります。あなたがおむすびを買ってもあるいはどこかのお金持ちが2代目のベンツを買っても消費税は一律です。にもかかわらず金融資産つまり株や為替をやってる人のお金には分離課税で配当や利益にしかお金がかかってないんです。応能負担原則、能力に応じて税金を負担し少し余裕のある人が力のない人を引き上げていくことで社会のバイブスが保たれる。そのことでみんなが生き生きと働く方が実は企業にとっても利益になる。それが経済も回す。そういうことを実は昭和の中頃の経済人の方がよく分かってたんですよ。だからその頃は所得税と住民税で一番お金持ちの人は 90% の税率を払ってたんです。文句言わずに。今は 47% まで下がってます。なるべく払いたくないっていう人が増えたんです。でその頃の経済人の話を聞いてると国が回らなければみんなが幸せじゃなければ俺たちもうまくいくはずがないというふうに考えてたんです。つまりちゃんと民草国を思ってたんですよ。でその頃の国を支えてたのは右肩上がりの経済成長です。この右肩上がりの経済成長を支えたのは内需です。つまり皆さんの消費なんです。今でも GDP は輸出に頼ってるのは 13% だけです。 87% は皆さんの消費で成り立ってるんです。ところが消費税が1989年に導入されてから明白に消費は減退を始めました。当たり前です。消費に対してかかる負担が増えるからです。そしてそれが 5% になった時にデフレが始まりました。そしてそれが 8% に上がり今度は 10% に上げると言ってる。最終的に経団連はこれを 19% にしろと言ってます。経済学者じゃなくても分かる簡単なことなんですよ。消費税を導入したから不景気が始まったんです。それはイコールみんなのための国とかみんなのための税金じゃなくなったっていうことなんです。新自由主義、弱肉強食で一部の強い人だけがなんとか勝ち抜けていこうとする競争の時代が始まったんです。だけどそれで誰も幸せになってないんですよ。じゃあ超富裕層がお金持ちかって言ったら仲間とか友達とかリスペクトっていうのはお金じゃ買えないんですよ。じゃあスウェーデンはめちゃくちゃ税率高いですけどみんな文句言ってませんよ。それは正しい税金の使い方を目に見える形でしてるからです。死ぬまで俺はこの国に生まれてよかったと思える国づくりをしてるからなんですよ。手放しでスウェーデンや北欧の国全部をね問題がないというわけじゃないですよ。だけどあまりに今の日本がひどいんです。でそれをやってきたのは誰なんだって話なんですけどもう官僚や政治家のせいにするのやめましょう。
話を続けます。1740兆円の金融資産のうち500兆円は 1% の人たちが持ってます。この500兆円に持ってる人ほど税率が高い。法の負担原則に応じて平均 5% の課税をすることで 25% から25兆から30兆円の財源が取れるんですよ。あるいは企業の内部留保に限度を作ることで企業はそれを賃金として排出するようになります。こういうことをなぜ今の政治家がきっちりリードしないのかというと、彼らが企業を背負ってるからなんです。僕は皆さんを背負って国会に行きたいんです。そのためには数の原理で選挙に勝たなくちゃいけない。参議院議員選挙で政権交代はできません。まして三宅洋平一人が当選してもただの一議席です。だからこれはほんのきっかけなんですよ。ただし本当に 99% の人たちが数の原理でまとまる方法を覚えたら、今後の選挙で100人200人と自分たちの議員を生み出していくことができることに気づくはずです。前回の選挙で自民党に入れた人が1765万人いるのに対して、投票に行かなかった人が4922万人いるんですよ。大方ダサい物騒な政治に対して距離を置きたい、面倒くさいと思ってきた人たちが4922万人いたんです。この人たちの感覚センスを政治の中に持ち込むことができれば政権が取れるんです。僕は山本太郎を総理大臣にしたいんです。そして自分は外務大臣をやりたいんです。お花畑ですかね。ビジョンを持ってください。イマジンしてください。そしてそこからそれはできるという確信から逆算してワンステップワンステップ前に進んでください。そのためには本当にあなた方一人一人の力が必要なんです。だから立ち上がってほしいんです。動き出してほしいんです。応援してます。頑張れ。一票入れますからさらに一歩踏み出してほしいんです。俺が選挙に出た時によくこう言われました。特にネット上でファンの人とか、ああ三宅そっち行ったか、政治の世界に足を踏み入れるとああそっち行ったかって言われるんです。じゃああなたはどこにいるんだって話なんですよ。俺の立ってる場所をそっちだと呼んでるこっちは何なんだと。だからその皆さんに消費者マインドから当事者マインドに一歩踏み込んで、そのそっちへ歩み出してほしいんです。嘆願請願陳情議員を立てる運動、日本会議も創価学会もそういうことを何十年もものすごいやって今の力を手にしてるんです。彼らのことをネガキャンするのは簡単かもしれない。でも俺はもうネガティブキャンペーンとネガティブキャンペーンがぶつかり合うアメリカの大統領選挙みたいな政治はごめんなんですよ。それよりも同じ努力を自分たちが果たしてきっちり実力で数で上回るポジティブキャンペーンに突入していきたいんです。突入してほしいんです。なぜなら勝算があるからです。さっきも言ったように圧倒的に多数の人は今までの政治に不信を持ってるんですよ。だから趣味趣向性格はみんなバラバラで当然です。その多種多様な意見を認められる社会が今まさに終わろうとしてるからこそ、ここは一つその不信感を力に変えて立ち上がってほしいんです。全国には1700の自治体があって3万の議席があります。地方議会7、8割が寝てますよ。地方議員になることってそんなに難しくありません。簡単ではないけど難しくありません。あなたが思っているよりもあなたは力を持ってます。
議会に行っていろんな政治家と会って話をしていくと、例えば高卒でどこかのレーベルの社長をやってる俺の友達の方がはるかに優秀だと思ったりします。自分じゃ自覚してないけど、こいつ議員になれるのになって思うんですよ。もしくはこいつみたいなやつが議員になってくれたらすげえ面白いのになって思うんですよ。だから僕は1万人の立候補プロジェクトっていうのを立ち上げていきたいと思ってます。しっかりと情報を共有し、自分たちで勉強、勉算を積んで、話す言葉を手にして説得力を稼ぎ、そこ行くおじいちゃんおばあちゃんにも、あんたそんな格好してるけどなかなか勉強してるねって言わせたら、こうやって人が集まってくれるわけですよ。1億人もいるんだから、そういう人材が1万人もいないはずはない。そういう人たちが全国で1000票2000票の票を獲得できるんです。1000や2000、村によっては500票で当選します。さらに何十個もの市区町村ではもう3回も4回も選挙がなかったりします。無投票で選挙もなく、もう16年間地方選挙やってない町とかいっぱいあるんですよ、この日本で。でそういうところで選挙に出るとぶったたかれるんですよ。お前のせいで選挙やらなきゃいけなくなったじゃねえかっつって、どんなデモクラシーやねんって話です。だからくじけないでほしいんです。広告業界には 3% の法則って言葉があります。100人中100人全員にものを伝えようとするとくじけるんですよ。だけど100人中3人に伝わり続けたことというのは、言い続けてるとパブリックになるんです。公共性を得るんです。意見になるんです。世論になるんです。実中ハックの批判にくじけずに実中1をつかみ続ければ10% です。これは非常に大きい力です。今から数時間の間の電話かけも皆さんにやってほしいんです。10人の友達に電話して8人にうざがられても2人がうんって言ったら2票です。これは東京の有権者で言ったら 10% は100万人ですから。で俺は今50万票ギリギリを狙ってるっていう話なんですけど、 Google 検索上では蓮舫さんの5倍検索されてるんですよ。ダントツ1位です。あるいは街頭演説にこんなに人集めた候補者は歴史上いないです。ダントツ1位なんですよ。じゃあこれは嘘なのかって、開票投票箱開けて開票した時にあれは嘘だったのかって俺は思いたくないわけだから、勝利宣言をしてるんです。これから数時間の間も皆さんが動き続けて、俺はあそこへぶち込んでくれるって信じてるんです。ヤーマン、選挙なんで名前言いましょうねっていつも言われるんですよ。東京選挙区無所属立候補、三宅洋平です。三宅洋平です。よろしくお願いします。時間が迫ってきました。言いたいことがありすぎるので残りは6年間たっぷり使って言わせてほしいです。だからあと5分で一つだけ思い描く未来を語ります。どうやったら本当に未来永劫の平和を作れるかっていうことを考えるんです。あるいは気候変動、クライメートチェンジをどうやって止められるか、人類が初めてズル向けて目覚めてちゃんと協力し合えるようになるか考えるんです。スペインではポデモスが立ち上がってます。アメリカではバーニー・サンダースを支持する人たちが立ち上がってます。中南米、南米、イタリアなどのラテン圏でも山本太郎ばりにコメディアンや俳優出身の表現力ある議員が分かりやすい言葉とシンプルなマインドで政治に携わり始めてます。台湾でもヘビメタのバンドのボーカルが国会議員になりました。そして日本に山本太郎が切り開いた道を今俺がなんとか藪をかき分けて広げようとしてます。その後ろでは政治ってかっこいいねって、僕も大きくなったら政治家になりたいっていう子供たちが続いてくれると信じてるんです。2日目の講演
賢治の演説が55万回再生を超えたそうですけど、 YouTube で。ある人が Twitter で教えてくれたんです。2歳と3ヶ月のうちの子供がこの47分の演説の40分目のとこまで見て、ママ僕これ見に行きたいって言ったそうです。俺のやってることは間違いないと思いましたよ。欠点だらけの統領たちでいいんだけれども、ちゃんと心を持って、それが政治家の資質だと思うんです。ちゃんと皆さんと目を合わせて、ちゃんとその声を拾って、そしてそこにちゃんと声を届けていく。飛躍的な話だと思われるかもしれないんだけれども、例えば今韓国や日本に米軍が展開されている法的根拠は朝鮮戦争が終わってないからなんです。東西のベルリンが統一したように、南北朝鮮の統一に日本が貢献できる日が来ると俺は思ってるんです。また三宅君お花畑のこと言ってってネトヨの皆さんには叩いていただけるんですけど、僕はこう切り返したい。原発54基を守りながら戦争をするなんていうことの方がはるかにお花畑なんですよ。俺たちは強いマインドを持って平和外交を徹底的に繰り返して、全ての国の人に愛される存在になるしかないんですよ。そして誇りを持って俺たちは日本人だって言えるようになんなきゃいけないんです。じゃあその先にあるものは、国連憲章まで遡ります。第二次大戦以降、世界は国連憲章は、そして国連はまたこういうことが起きないようにという決まり事をいっぱい作り、そういったものに従って国連軍を運営してますが、その仮想敵国は未だにドイツと日本なんです。そしてドイツは優秀な外交官がものすごく頑張って何十年も努力して、例えば総理大臣がアウシュビッツの前でひざまずいて花を捧げたりして、自分たちの反省の意を示すことで事実上敵国条項を除外してるんです。今世界で敵国条項を当てはめられてるのは日本だけなんですよ。そういう現実を官僚や政治家が、国民がもっと正面から受け止めて変えていかなきゃいけないんです。対米従属、アメリカの傘に守られることで経済発展だけに邁進して、僕らそういうことに全員が目をつぶってきたんです。だから憲法も同じです。9条は大事だ、だけど福島原発事故を頂点とする環境破壊にこりごりた人々の思いは新しく入れなきゃいけないと思ってます。生命平和憲法、生態系の権利、自然の権利をちゃんと憲法に入れなきゃいけない。こういうことを言うと護憲派の人にすぐ叩かれるんです。君の言ってることは危険だ、結局三宅裕平は改憲派じゃないか。そういう対話もきっちりしていきたいんです、国会で。で今回その自由を奪われようとしてるんですよ。そして最後にたどり着きたいポイントは国連安保理の解体です。たった5カ国が核を持ち、他の国には持つなと言い、たった5カ国が拒否権を発動して、あらゆるみんなの話し合いをひっちゃかす、百数十カ国の輪を持った結論をたったの1カ国が拒否権を発動してトップダウンで壊してしまう。つまりみんなが国連だと思ってるものは国連じゃないんですよ。そういう時代をリードしていくのに、平和憲法9条を持ってる日本という存在は世界にとって稀有な存在なんです。俺たちこそがこの観念を世界に広めていかなきゃいけないんですよ。だから俺は外務大臣がやりたいって言ってるの。実
は日本の平和憲法9条っていうのは完璧じゃないです。沖縄に配備された核ミサイル核兵器1300発と米軍の存在とバーターなんです。だから日本は丸腰になれたんです。72年の本土返還、ここで一度核はなくなったと言われてますけれども、これも定かじゃないです。そして今だって日本は核を積んだ米軍の駆逐艦が出入りしてます。正しい情報を政治が伝えてないんですよ皆さんに。その一番の最たる例が安保法体系です。何人かの総理大臣がメモ帳1個で片付けた密約体系になってるんです。これは国民には到底言えないからうんとは言うけれども、本当の部分はこのメモで済ましてくれ。そういうものが今機密文書が解除されてアメリカの国務省なんかからどんどん出てきてるんですよ。だから冷静に俺たちはそれを見つめて、まるでもう法律の継ぎはぎだらけのフランケンシュタインみたいになってしまったこの日本の状態を一個一個辛抱強く解き明かしながら逆算して、日本っていう国を本当の意味で作っていかなきゃいけないんです。いよいよ時間がなくなってきました。言いたいのは賢くなりましょう、協力しましょう、そしてみんなで頑張って。国民って言葉は俺嫌いなんですよ、国有民みたいに聞こえるから。そうじゃなくて民有国なんですよ。誰が国？国体？公家？違うよ、俺たちなんだっていうことをもっと自負を持って動いてほしいんです。将来歴史の教科書に載ってほしい。2016年あの暑い夏の参議院議員選挙が大きく日本の歴史の転換点になったって書かれる日が来ることを僕は信じてます。太郎くんともいつも言ってます。なんぼ演説してもいつも言い残すなって。全ては言い切れませんでしたけれども、ご清聴ありがとうございました。明日の投票日はぜひ日本がここが一つになるために、世界を一つにするために動き出す日にしてください。語りかけてください。18日間ありがとうございました。東京選挙区無所属立候補ミュージシャン三宅洋平をよろしくお願いします。